アッピア街道上での場所、チェチイラメテッラの墓は、イタリア・ローマ郊外のアッピア街道州立、公園内にある古代ローマの墓廟。この墓廟は、紀元前1世紀に建てられてもので、紀元前69年に、執政官を務めたクイントスカエキリウスメテンルス、クレディクスの娘で、第一回三島政治で有名な、マルクスリキニウスクラッシスの妻であったチェチイラメテッラのための墓である。 建設時期は確定しておらず、資料により、紀元前50年頃紀元前20年頃などとされている。夫のクラッススに関して、その同盟の息子とする資料もあるが、こちらは特に傑出した実績のない人物であり、なぜその妻がこれほどの立派な墓に収まったのかはよくわからない。アッピア街道のサンロウママイル地点の丘の頂上付近に立っている。基段は紙幣型で、 その上に円筒形の主要部が載っており、全体の高さは20メートルほど。直径は20メートルとする資料と29メートルとする資料がある。壁体はトラバーチンで化粧されている。中世には軍事拠点として流用された。この円筒形の母表に隣接する形で14世紀の城が建てられている。大牛の頭蓋骨をモチーフとしたフリーズがあることから、 カーポディボーベとも呼ばれていた。この装飾と名前に由来する別の遺跡群、カーポディボブも南方500メートルほどにある。アッピア街道側に碑文が埋め込まれている。一行目のシジリーと三行目のメトレイが繋がっており、変え切りやめてイとなる。他の単語は彼女の親族属性を保管しているわけである。ありがとうございます。